阿部監督、ドキドキ。崖っぷちに追い込まれていた巨人が、ついに勝った。同点の7回、阿部慎之助監督が見せた絶妙な采配で勝ち越し点を奪った。ワンアウト1、3塁で岸田がセーフティースクイズをすると、3塁から坂本がヘッドスライディング。必死に伸ばした左手でホームベースを触れ、ギリギリのところで生還をした背番号6は嬉しそうにグラウンドを3度叩いた。自分の中でヘッドスライディングが一番早いと思っていた。思い切って飛び込みました。坂本のヘッドスライディングはこの回2度目。ワンアウトからレフト前ヒットで出塁し、続く中山のレフト前ヒットで失走。二塁を回った後、三塁ベースへ頭から突っ込んでいた。復活しかない、今日はそういう思いで臨みました。この激走をこう振り返った。今までの優勝で一番嬉しい。セリーグ優勝を決めた先月28日、坂本は涙を流した。後日にその思いを聞くと、こう明かした。阿部さんが監督になって、活躍したいと思って始まったシーズンで活躍できなかった。でも、チームが優勝したから。阿部監督の下で力になって優勝したいという思いとは裏腹に、苦しいシーズンだった。しかし、なんとか勝つことができて、すごく嬉しかった。このまま日本一になりたい。そんな思いがプレーに出た。逆転しなきゃいけないところだったし、思い切ってね。ドキドキしたよ。俺が。7回の采配をこう振り返った指揮官は坂本の走塁に、もう必死さが伝わってくると目を細めた。これぞ指揮官の求めていた姿勢。それをチームの大黒柱がやった。この一勝は逆襲への大きな一勝になったはずだ。この辺が岡本になくて坂本にあるもの。ヘッドスライディングは怪我するよ。次の今日の選手もスクイズすると思ったけどね。気持ちって行動に出るよね。いやいやいつも必死にやってくれよ。これは加藤の一言効果。失う覚悟ができた時の底力は計り知れない。どんなことでも勢いがついたらこっちのものそんな気がする。福本豊かに怒られるぞ。頭から言ったら危ない。怪我するってなんか流れ変わりそうな感じ。体感あるな。まあ故障する確率が高まるだけなんですがね。昨日の坂本は男をあげたね。見直したよ。遅い。もっと最初から頑張れよ。ほんまにこれは坂本 VS 山川の男の戦いが見れるのか。50年来のアンチ巨人ですが、初めて巨人を応援してます。とりあえず税金は納めましょう。国民の義務なので。確定阻止。